ザターン。タタツタタツって書いてあるんですけど、この楽譜それでもツタタのツタのとこ全部掃除コンプリート。そう、そこにシンバルが欲しい。一番最後はタタトトタタタンプルルルだからこれ一番最後タタトトタタンプルルルルルもう一回書いてもらえますか。
これ後半が、うん、ズタズタってやって、右手で止まる。難しいな。
三番目です。あ、三番目、あ、三番目か。そう。これ三番目。三番目のケツが要するに。足が入ってるんで。
はそんなに。これでいいわ。これは前半ですね。バケだったバケだったかこれ。そうバケだったはどう、この人はロータムとハイタムやってますけどないのでフロアとハイタムで。ジルグボンブで、これジルグボンブって早いじゃないですか。なんですね、これそう、だから一拍半になってる。適当に入って、ただタイミングがまあ良くないので、あそか、ただ全部裏に入ってますよ。その例えばタートンタンタンっていきますよね。全部そのフレーズの前に足を入れるの。ワンツーツー。こう。フレーズがあるとすると、このフレーズの前にで割と入れたいんだろうなって感じ。手がすごく楽に。でも言ったりするね、足だけだね。足が全部裏に。裏に入れるとこういうフレーズで、だから足を裏に入れようって考えると、例えばもう
足を裏に入れたソロなんだ、ね、そうそうそう、であんまり考えてないですね、考えてないね、あんまり考えてないですよこの入り方は。なんかすごい、なんかなんだろう、あ足で歌ってないですよ、ね、ね、なんか つけてやな、そうつけてやな感じ、つけてやな、ね、これはあんまり足気にしなくてもいいと思う、ね、俺はあんまり最後はこう右左足でやる、左手足でやってますね。右手がない状態なので、実はドン左右左ってやるんですよ、うん、これでやりやすいんですよ、どっちかというと、うん、こっちをやりやすいんですけど、手を逆にしてますね、右、そうやってやってる。
踏んでないです。ちょっと今サポート踏んでましたけど。あ、うん、バスなしで。なしですね。あ、たまには家でないとね。うん、まあ、あ、本当は。ここはよく入れますけどね。みんな分からなくなっちゃうから。後ろにアクセントがつくので、うん、割とその、そうするとこう割とこうこれ倉田大輔よくやるんだけど。僕もパッと聞いた限りそんな難しくないというか結構やってますね、いろいろね、いろいろ細かいの組み合うとちょっといろいろテクニック使って、そうですね、でもそんなむちゃくちゃな難しいテクニック使ってないよね、うん、むちゃくちゃ難しいテクニックは使ってない、なんとなくメロディックにこうやってかっこいいなっていう感じだもんね、うん、まあでもこの人の手癖もこれで右とにかく右が多いっていうのが、あ、耳、あ、うん、その辺で、ね、鍛えとくとこう、ね、とにかくこのこれも何でも使えるので、これ美味しい、これちょっとしばらく